皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今私は福岡の国際線に来てます。はい、これからソウルへ韓国に2泊3日で行ってきます。もうなんとなくの1週間くらい前に決めた計画なので、ほぼ何も決めてませんが、まあ韓国に行くのは3回目、車椅子になってからは初めて、一人旅は2回目ってことなので、まあ車椅子でどれだけ楽しめるかっていうのをゆっくり見ていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回大韓航空さんで行きます。荷物は最小限ということで、化粧ポーチも持たず、着替えもほぼ持たずで、このリュック一つで行きます。はじめ LCC のジンエアーで行きたかったんですけど、固定車を今まで積み込んだことがないって言われたので、ちょっと保証できませんって言われた分、大韓航空さんにしました。でスマートドライブ持ち込みしましたが、事前の申請とかはいらずに、チェックインカウンターでリチウムイオンバッテリーのサイズ感とかだけを見せて、あとそのまま普通に機内持ち込みで運びます。でたった2時間くらいなんですけど、機内食も出ます。で入国審査も書いてしまうとあっという間に着きます。福岡空港はチェックインカウンターで車椅子を預けてほしいって言われたので、車椅子預けて普通の介護用車椅子に乗ったんですが、着いた時は、機内機体の横まで自分の車椅子を持ってきてもらって、そのまま優先ゲートまで案内してもらったので、あっという間に入国審査も終わりました。ソウル駅までに行くために、まあ、いろんな方法がありますが、車椅子の人は ALX で行った方がいいかなと思いました。でインチョン空港のカウンターでチケットを買うときは日本語でも買うことができます。時間的に頻繁に走ってるわけではないので、まずチケットを買って、時間が少し余っていたら空港内でご飯食べてたりっていうのもいいと思います。まだ入っちゃダメだよって言われてたけど、他のスタッフさんが「いいよ先に行って」って言って、私が先に誰もいないこのホームに来ました。これからインチョン空港からソウルにまず直通の電車で行きます。日本語があんまりなくて、英語と韓国語ハングルばっかりなので、結構難しいですね。でそっからまた乗り換えていくんだけど、現金は何も変えてないし韓国のお金に換えてないから、あと T マネーカードっていうスイカみたいなカードを買いたかったんだけど、車内で多分カードで買えるって言ってたんで、まずこれからまずはホテルに向かいたいと思います。指定席になっていて、車椅子席があるところにはちゃんとこういった車椅子マークがあるので分かりやすいです。段差も少ないので一人で楽々に乗れます。インチョンからソウルに向かう特急列車みたいな感じで列に乗りました。車椅子席もちゃんと指定であって、段差もなくて、まあ、ちょっと隙もあるけど、でも全然キャスター上げでいける感じだったので、一人で乗り降りできました。電車は地下3階乗り換え通路へ。JTX をご利用のお客様は地上2階をご利用ください。約40分くらいでソウルの駅に着きます。で、降りる時も段差がほぼないし、フラットなので一人で降りることができます。で私はそのまま自分のホテルの最寄り駅まで乗り換えしたいなと思って改札の方に行くんですけど、ちょっとここでやっぱりいろいろとハプニングがありました。まず一旦この ALX を使ったチケット
を処理しなきゃいけなかったので、まず一旦出て、でそのまま車内で買った T マネーカード、まあ、スイカみたいなものですねを取り出して、また同じ改札口からピッてして、普通の地下鉄ですねに乗り換えをして、目的の駅まで行こうと思ったんです。ですぐに、結構ここ坂になっていて、まあ、スマートドライブがあったのでいいんですけど、ないとちょっと大変だなっていうくらい地味に長い傾斜がついてる坂を登っていって、まあ、そのまま乗り口まで行きました。この韓国の鉄道を使うときに、まあ、こうアプリ楽だよっていうので入れてた乗り換え系のね案内アプリで、車椅子用の情報っていうのがあるんですよ。バリアフリー情報っていうのがあって、エレベーターがありますとか、バリアフリー設備がありますっていうのが書いてあって、大丈夫だったって思ってこの乗り口に行ったんですけど、まさかまさかのこんな感じでエレベーターの方に行ったら、あれで入れなそうじゃねつって、でこのボタン押しても何の反応もしなくて、あれで入れないじゃん、え全然行けないじゃん、えどういうこと、え何の音もなんないし、っていう感じで、はい、ここからもう一気にテンパりました。すいません、여기안쳐볼까 No. 어떻게왔나여기없는데 No. 다시이렇게가가지고다시여기어디서왔어요이쪽에서왔어요예잠깐어디서왔어요어디서왔어요어디서오셨어요어느쪽에서 아空港から공항에서이쪽으로가면은다시엘리베이터타고다위로올라가요에저위로에서엘리베이터타고엘리베이터と、まあこんな感じで、近くに駅員さんっていないんですよ。韓国の地下鉄って本当に駅員さんがいなくて、何かこう聞きたいなっていう時でも助けを求めれる場所っていうのが見つからなくて、この掃除のお母さんにあのアプリ使いながらいろいろやり取りしましたが、まあ、結果多分ないと、結構ぐるっと回らないと多分ないみたいな感じなのか、ないみたいな感じなのかなんて、もう分かんないやって思ったんで、諦めて私はタクシーで行くことにしました。ただ本当にこのアプリ今回使ってみて、私自身乗り換えアプリ使ってみて、まあエレベーターなかったところは本当にこのソウルだけだったんですよ。他の駅はエレベーターあるって書いてあったところはエレベーターがあったので、まあ、基本的には信用していいアプリなのかなと思いました。まあ、乗り換え使うにはこのアプリが一番って言われているけど、そのバリアフリー設備の有無の情報として正しいかどうかっていうのはまだちょっと微妙なのかなっていう感じです。結局ホテルまではソウル駅を出てタクシー乗り場があるので、タクシーに乗せてもらっていきました。まあ、タクシー安いのでね、タクシーでもいいと思いますし、心よく乗せてくれます。帰り今度空港に行くときですね、またタクシーでソウル駅に今度来て、窓口で ALX のチケット買うんですけど、ここは韓国語か英語でお願いしますと言われました。ジャパニーズ OK、 あ、イングリッシュ、あ、インチョンエアポート、バイティケット、あ、イエス、1932 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 32
ときに気をつけてほしいのが、大韓航空の窓口、チェックインカウンターってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、C の38というところが車椅子の受付カウンターになるので、そこだけ皆さんしっかり覚えておいてください。
で、カウンターのお姉さんも日本語があまりできなかったので、翻訳アプリを使ってやり取りしました。で、帰りもまたスマートドライブの受付に関しては全然問題なく、このままリチウムイオンバッテリーを持ち込みます。で、またサイズとかを見せて、持ち込みできる感じです。福岡空港の時は、カウンターからもう車椅子乗り換えてほしいって言われてたんですけど、インチョン空港の場合は機内の横に、自分の車椅子で行って、乗り換えることができます。ただこのカウンターからまた優先の出国審査とかっていうルートを案内するので、基本的には、時間までゲートの中に入らずプラプラするか、または早く入りたいっていう時はその旨を伝えて、早く入って買い物とかしたいんだよと言えば多分早く入らせてくれると思います。で、この時私失敗したのが、まあ大体あと1時間後くらいにまたここに来てねって言われたんですけど、時間になっても待ち合わせ場所にその人が来なかったんですよ。あれおかしいなって思って見たら、C の38っていうところにさっきね、車椅子のカウンターがあるって言ったけど、私間違って B の38だから B の38で待ってたの。もう同じ景色だからさ、本当に間違っちゃって、あーやばいやばいやばいみたいな感じになったっていうのが、ちょっと失敗談でした。まあでも、出国検査の時も自分の車椅子で行ってだけど、またハワイの時と同じようにね、麻薬検査みたいな感じでシートをこうクリ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 いろんなところに撫でられながら検査しますが、それ以外は全く問題ありませんでした。で、帰りは窓際に乗って、帰りもご飯が出ますが本当にパンが美味しい、機内食のこのパン系ピザ系がすごい美味しかったです。これからホテル紹介をしたいと思うのですが、まさかまさかの事件が起きまして、バリアフリールームをお願いしてたんですよ。まず普通のお部屋を取ってメッセージでバリアフリールームお願いしますっていう風にブッキングドットコムの方で予約を取ってお願いして、であっちからも、あ、わかりました、大丈夫ですよっていう風にお返事が来て、でいざチェックインしたら、なんかすごい長文打ってるなと思ったらですね、なんか3日前くらいに他に7泊する車椅子ユーザーさんが多分いらっしゃって、というかその対応のお部屋を必要とする方がいらっしゃって、そちらの人に譲ったと、そっちの人がそっちの人がその部屋使うから私にはバリアフリールームは用意されてないっていうことになって、それメッセージ来てないんですよ。お部屋が結局ダメでしたよっていうメッセージが来てなくて、着いてからそれ言われて、でお部屋に段差ありますけどいいですかって言われてみたいな、まあ、とりあえず一回見ますって言って、じゃあ入ってきたのが、まず